ちょっと今パニック。パニックになっちゃう。ご結婚何年目でしたっけ？ちょうど5年になります。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだ。まだまだ一時やな。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。あんな風にしたらもう今怒られますもん、ね、何触ってんのみたいな。いや違うから、そこちゃうかなみたいな。ここがかかってんね。優しいな。羨ましい限りでございます。天野の同じ日も。ごめんなさい、ちょっと私泣いてる。そうですね、はい、はい、そしたら丸本さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。3、4、星空の下のディスタンス、燃え上がれ愛のレジスタンス、遮る夜を乗り越えて、この胸にもう一度 Baby come back。 燃え上がれ
ます、ね、ありがとうございます。いや今日もねご無沙汰してますね、プラチナさんに来させていただきまして、今日は中年さんとなんと結婚25周年ということでね呼んでいただきました。私たちは尼崎から参りました、ロックンローラーアマロックスですね。中年さん25周年ね、私らはまだね5年なんですよ。だからあと20年やりますからね20年やりますから。中年さん、中年さんまた次はいつ50年目に呼んでいただけるんですか。そうですね、それぐらい続いていれば。あ、続いていれば、まず私らが25年で呼ぶでしょ。その次また中年さんの50年ね、楽しみにしておりますので、こんな感じでやらせていただく。トップバッターでちょっとね、人見知りでシャイなもんで、ありがとうございます。あ、調子、はい、いけますか。はい、ありがとうございます。入ってない、はい、ここどうでしょうか。ね、ヒロローさんご無沙汰しておりますね今日はちょっとつばかぶり席になりますけど、気をつけてやり、気をつけて飛沫を私が飛沫がある人ください。それではよろしくお願いいたします。続きましてロックンロールいきましょうね。夢見る少女じゃやれない。ワン、ツー、スリー、フォー。
見えてね、昼の方ね、人見知りなんでね見られてるのでドキドキしてね。いや、ありがとうございますね。アマロックスと申しますね。ご存知の通り、まあ、存じてあらんかどうかね、尼崎いうとこからね、ゾロさん、ロックの好きな、お好きなゾロさんに誘われましてねいつもここで笑いが起こるね。今日は中年さんがね、もう中年さんが実はね、1年ぐらい前から誘ってくださってたんですよ。24年目の時にね、もし25年まで続いてたら来てください。よかったですね、今日無事に来れましたね。無事来れましたね、よかったです ね、私らもあと20年ね、ちょっとロックンローラーちょっと心配ですけど、頑張ってやりましょう ね、あと20年も生きてるかどうか、生きてるかどうか、それより生きてるかどうかも心配ですね。それではね、ロックンロール続けて、お願いします。ロックンロール、はい。なんか持ってこられてましたね。何を持ってこられてるんですか。こうちょっと何も持ってきました。何もね、何も結構重たいですね。どんな音するんですか。魚屋のおっさんが部屋をこいたぶり。あのね、中年さんいつも先に言うてしまうんです、これね。ネタをね。そうそう、魚屋のおっさんの歌ですか。あ、素晴らしい。それではお待たせいたしました、魚屋のおっさんの歌。違うんですね。ロックローラーですね。ロックローラーですね。まあ、今度ね、機会があったらまた、ね、また25年、中年さんの50年でやりましょうかね。そうやね、また25年後に、ね、お楽しみに。今日は何でしょう。今日はね、これ使ってちょっと、海バンド。海バンドね、私ら海バンドが好きで、もうこのコロナの自粛中もね、あのステイホームの間もこのロックの魂をテンションを保たないかんのでね、で、ヒロボーさん、そうやね、大変やった ね、でロックのテンションを保つためにね、海バンド聞きましたよね、聞いてました ね、たくさん聞きましたけど、今日は何でしょうか。今日はね、はい、その中から数多いね、はい、今日はね、金峰芸ね。あ、それでこれ何やるんですか。ちょっと皆さんに紹介してあげてください。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、カウベルっていう、ね、カウベルっていうですね、牛のカウですね、牛を呼ぶやつです、カウベル。あ、牛さんをどうやって、ちょっとヒロボさん呼んでみてください。こっちですよ、はい、ご飯ですよ、ご飯ですよ、ってね。あ、そんな感じ。それを今日はわざわざね、尼崎からね、近鉄電車で持ってさあ、それの使うね、今日は目いっぱい使ってください。何でしたっけ。金峰芸、はい、この辺ですね。OK です、はい。それではよろしくお願いいたします。海バンドで金峰芸。あなたに抱かれるのは今夜限りで、寂しすぎるよそんなセリフ、いやいやしない、外れた夢の方が揺れて弾けない、お前は静かに部屋の明かり消した、お前の心は見えてく、嫌になったらいつでも買ってあげる、口で言うほど冷たいことじゃない、癖に埋もれた天狗の酒、首で
く君は鏡の窓街の ありがとうございます。いや、いいですね、金峰芸いい曲ですけども、こうやってね、私らもあの先ほども言いましたみたいに、やっぱりね、あのコロナの自粛、皆さんまたね、きっとあの大変な、ね、思いされて、ね、ステイホームの時とかもいろいろ、あのお店の方もそうでしょうし、こちらもね、感染予防対策ですか、しっかりとされたすごい素晴らしいお店だと思いますけれどもね、まだまだちょっとこのコロナのね、収束が見えませんね。で災害とか水害とかもありまして、あ、大丈夫ですか？映ってないですか？大丈夫。あ、もう一回しましょうか。1から3でもいいですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございますね。ということで何でした？そうそうね、コロナもですし、水害、災害、いろいろあるね、世の中ですけども、こうやって皆様とね、音楽を通してね、ひろぼうさんね、おいしい音楽を通してね、共にあの楽しくね、ね、そろさんね、楽しく乗り越えていこえたらいいと思います。尼崎遠いんですけども、やっぱりこうやってね、呼んでいただいたらもう、中年さんの30年でも35年でもずっと来ますのでね、よろしくお願いいたしますということでですね、ちょっと皆様に、まあ、エールね、応援の気持ちを込めて、やっぱりね、あの海バンドが好きなんでね、一つ二つ三つ三つ行きますよ。今こそみんながヒーロー、ワン、ツー、スリー、フォー、ヒーロー、ヒーローになるとき、ああ、それは今、ヒーロー、引き裂かれた夜に、お前を話はしない。生きるってことは、生きた限りの渡り鳥の矢のように走る。今夜お前は広い方じゃないよ、この魂の全てでお前を愛してるんだ。金幕の中で違うジェイムスリーのように、今が過去になる前に俺たちはヒーローだそうだから、ヒーロー、ヒーローになるとき、それは今、ヒーロー、引き裂かれた夜にお前の話はしない。人生はいつも余興の確定パーリー、一つ踊れば熱い思いも消えていく。今夜お前は広いもんじゃないで、気が詰まるほどに愛の痛みを感じてくれ。金幕の中やせっぽちの俺たちが見えるだろう、今が過去になる前に明日へ走り出そうだから、ヒーロー、ヒーローになるとき、ああそれは今、ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話はしない。ありがとうございます。共に乗り越えてまいりましょう。はい、ヒーロー、ヒーロー。
麗なんですけど、私もう一曲いや、こういうとこついたら綺麗なんですけどね、ちょっと、まあ、ちょっともう一曲で、やっぱりアンパンマン、アンパンマンね、本当に皆さんと一緒にこうやってね、音楽はいいですね、音楽はこうやって皆さんとね、つながっていただけるしね、せいじょ、ひろもさんね喜んでる楽しみましょうね、楽しんでますかもうひろぽんのためなら私いつでも尼崎から来ますから言ってますね。ひろぽんさん歩いてきたんでしょ、ちょっと無理やから近鉄電車乗ってね、頑張って、バスで行ってきます、バスも乗らないといけないけど、来ます来ます、もう任せてくださいね、10年さんの次30年がありますからそれでは、もう頑張っていきます、はい、それではですね、最後の曲にね、楽しい時間はあるというまでね、もう最後の曲になりますけど、最後ですからね、ひろこさんね、まだやんのそれではね、最後はアイドルでね、ロックのグループはい、いきましょう、チェッカーズ、ジュリアにハートブレイク、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、はじめて気づく
結婚おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。はい、ありがとうございます。